岩手県奥州市、春木一面を黄金色に輝かせる花があります。山茱萸です。水沢桜川にある景徳公園、その前を通る市道には街路樹としておよそ90本の山茱萸の木が植えられています。毎年4月になると通りは満開の山茱萸で黄金色に染まります。この山茱萸の並木道は1994年の景徳公園開園に合わせて整備されました。病気に強く、高さも8メートルほどと比較的手がかからず、何より春先一番に開花することからこの木が選ばれました。短い枝先に3センチほどの花序を作り、一つの花序に小さい黄色い花を20個から30個咲かせる山茱萸。葉をつける前に咲き、黄金色に包まれる姿は遠目に見ても鮮やかです。古くは薬用として、現在では春を告げる花として愛される山茱萸です。